はい、どうもミスター X です。ミスター X の宇宙探訪、今日も更新してまいります。このチャンネル、ミスター X の宇宙探訪はですね、私ミスター X がまあいろんなところを旅行した時のお話やら、まあそこにまつわる雑談やら、そういった感じのね、まあいろんな旅にまつわる話や生き方に関するお話など、まあなんか思いついたことはね、いろんなことを喋ってみようというコンセプトのチャンネルでございます。なのでね、まあちょっとね、これからね、いろいろと取りためたりなんだりなんだり、まあ、撮影しに行ったりもしないといけないので、更新頻度はね、他のYouTuber の人たちに比べるとゆっくりですが、まあなんともね、お暇な時に見ていただければなと思います。普通の人ではやらないようなことをやってたりしますのでね、そういった意味では違った世界が楽しめるかもしれないなというところです。はい。で、今日はですね、何の話かと言いますと、奥鬼怒ですね。栃木県の奥鬼怒という地域がございまして、そこに先日行ってまいりましたので、まず一体どんなところかというところのね、お話をしようかなと思っております。はい、それではミスター X の宇宙探訪、これから始めてまいります。どうか皆さんよろしくお願いいたします。はい。でですね、じゃあ奥鬼怒、まずはどこかという話ですね。はい、地図を出してまいりました。まあいつものね、地質ナビから持ってきておりますが、はい、これがね、一応地図なんですが、まあどこら辺かと言いますと、まあ奥鬼怒というぐらいなので、鬼怒川温泉の近くですね。まあ要は日光ですね。日光、画面真ん中あたりに、真ん中以外ちょっと下ですね。左下に男体山ってありますね。中禅寺湖があって、男体山があって、まあ、ここにね、徳川家康の東照宮があります。黒と金でね、彩られた、なんとも下品な、お墓ですが、家康を祀ってるね、東照宮があります。これの男体山を挟んだ反対側ですね。ちょっと上の方に行くと川俣ダムっていうのがあるんですね。そこのあたりのことを、奥鬼怒と言います。ちょっと上の方に行くと川俣温泉っていうのがあると思うんですけど、さらにその奥地ですね。林道があるんですけど、今は自家用車は入れない、そんなところになっております。今回はね、そこから近くの、バスの行ける最後のところまでね、歩いていくというようなね、動画にする予定です。はい。じゃあもうちょっとわかりやすくね、どこかというところ、ここですね、この赤枠のところ、ここに今八丁の湯っていうところがあるんですね。今回はこの八丁の湯から歩いてダムの手前、地図で言うと手前ですけどね。まあ、ダムまで行っちゃうとね、ちょっと距離があるんで、その手前です。まあ、山道を4キロほどね、行こうかなというところが、まあ、今回のお話なんですね。で、まあ、歩くにあたって、この、事前にね、この奥鬼怒というところが、一体どんなところなのか、というのを、まあ、事前に頭に入れとくと、まあ、ちょっと楽しめるかなと。単純にね、山の中歩いてる動画なんですけど、鳥のね、鳴き声とかも入ってて、まあ、爽やかではあるんですけど、地質的なね、観点を、まあ、ちょっと認識しとくと、まあ、もうちょっと楽しめるかな、という思いがあって、こんな動画を今、作っております。はい。で、この地図にさらに、等高線ですね、を入れてみました。はい。で、これがね、まあ一応川沿いなんですけど、真ん中に流れてるのが鬼怒川ですね。もう本当鬼怒川の源流部です。
さらに上に行くと、もう鬼怒川がね、途切れるぐらいのところではあるんですけど、ここから歩きます。ここの八丁の湯ってところですね。まあ、八丁の湯の奥の方に、この鬼怒沼っていうところがありますね。この鬼怒沼を越えて、さらに奥に行くと、尾瀬とかね、そういったところがあります。で、ここら辺の山なんですけど、まあ、見ての通り、だいぶね、密度の高い山が攻め合ってるようなところでございます。なので、まあ、後ほどね、これ、どんな風な、地質なのかという説明もしますが、まあ、一旦、こういうところだというのを、まあ、ちょっと認識してもらいたいなと。なのでね、一応、車道は走ってるんですよ、ここ。林道が走ってるんですけど、もう今ね、自家用車は入れないようになってるんで、宿の車とかね、工事車両しか、入れないです。はい。で、ここに、川ですね。川の地図を、入れてみました。まあ、こうやって見るとね、この、鬼怒川っていうのが、まあ、やっぱりこの上流部だけでもこんだけのね、川が、入ってきてるというかね、流れてきてるので、まあ、行ってみましたけど、相当水量がありましたね。うん、こんな山奥なのに、結構川幅も広かったんで、結構びっくりしましたね。結構ね、このぐらいの山になってくると、川ってそんなにでかくないんですけど、まあ、もうね、泳ぐとかね、歩いて渡るとかっていうのはね、もうまず考えられないぐらいのね、川幅でしたよ。うん。っていうので、まあそこら辺もね、動画でもしかしたら、まあ見れるかなというところですね。で、さらに今度はここに、またね、違った観点の、映像をね、交えようかなと。ああ、これは、交えてないですね。すいません。これ、ルートですね。これだとわかんないんで、八丁の湯が始点なので、そこから歩いていきます、という図になってます。でですね、今度はこの山域、今回はね、山なんで、この山の石っていうのが、一体どれくらいの歴史があるのかっていうのを、今回ちょっとね、僕も気になってね、ちょっと調べてみたんですね。これ。うん。なので、大まかなところで色分けしたところに、それぞれ年代を書いてみました。まあ、まずね、左の方から見ていくと、この鬼怒沼ですね。鬼怒沼のところが火成岩ですね。これ一番新しい時期です、これ。最近さ、ここ数年、チバニアンっていうね、時代が認められてたじゃないですか。ちょうどこのチバニアンの時期、77万年ですね。違うな。0.126 万年だから、7000万年前。7730万年から1260万年の間の、だいぶ開きあるね。だいぶ開きあるね。この間にできたのが、火山の噴出されたのが、鬼怒沼で。で、本来なら多分この辺りって、こんぐらいの時代の石がたくさん転がってたはずなんですけど、風化とかね、そういうので、どんどん流されて、削られて、昔の地層が出てきてるはずなんですよ。なんで、画面の、右上の方の黒いところとか見てみると、これさらに古くて、これがジュラ紀。2億100万年から1億6000万年前ぐらいの孵化体。孵化体ってね、前もちょっと話しましたけど、この日本列島が出来上がるときに、プレートとプレートがぶつかってできてるんで、その時に削られていくものが孵化体って言って、ね、沈み込んだときに削られていく部分が残るんですよ。
それがここに出てきたと。要はこの火山というのは深谷のところを突き破ってマグマがボコーンと出てきたのが上に覆いかぶさってるっていうのがここからよくわかりますね。なのでこの鬼怒沼とか八丁の湯とかって山の密度の高いところよりも、東の部分ですね、あのダムの方に行けば行くほど、あの深谷のあれがね、あの出てくるってことは、あのその溶岩が来なかったところとかね、来ててもこの削られたところっていうのがそこら辺になりますというので、相当ねこうやって見ると日本列島ってまあ古いんだなっていうのがねよくわかる、そんな地図ですね。ちょっと僕もね今回調べてみてね、こんなに古いんだっていうのと、地質年表ってこんなに開きがあるんだっていうので、ね、ちょっとびっくりしましたね。結構いい加減だよね、うん。で、さらにここに、じゃあ実際のね、これ、山の感じをちょっと照らし合わせてみると、まあ、こんな感じになりますと。ね、ちょうどこの鬼怒沼のあたりがさ、平坦になってるのがよくわかりますね、これね。鬼怒沼のところからせり出してきたものが、へりでね、急斜面になって削られて、その削られたものがどんどん流されて、ね、ダムとかに流れていくっていうのがね、よくわかる。これだけ見てもね、この鬼怒沼のあたりの石っていうのが特別だっていうのがよくわかりますよね。いや、面白いね、こうやって見るとね。うん。いやー、なかなかです。ね、東に行けば行くほど山ひだが、ね、細かくなってくる。まあ、深台なので、どん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 これ、もともと海だったものが、圧力に追われて追われて、東から西にやってきてるので、だからもともと、これって太平洋から上がってきたもののはずなんですよね。まあ、そう。まあ、深台だからそうだね。やっぱそうだね。なので、いや、面白いよね、これね。うん、こんだけ圧縮されてんだって。それはまあ地震も起きるわなって思いますよね。はい。なので、これ火山の噴出物と深谷の境目っていうのも、まあよく見ようと思えばね、なんとなく見えてくるのが、まあなかなか面白いなと思った限りですね。で、ここに、もうちょっとね、今度はね、地名も入れて、今度は、こんだけのところなんで、どんだけね、土砂崩れがあんのかなっていうのをちょっと調べてみましたと。それが、この、マップですね。うん。このね、鬼怒沼のあたりは、これ、溶岩の、あれなんで、そのままなんですけど、今度、崖マークが出てきてるじゃないですか。崖マークと、この、まあ、なんだろうな、ちょっと濃いめのベージュ色っぽいところね。これが、崩落地ですね。崩れてるますよーっていうところが、まあ、わかる地図ですね。まあ、これだけ、脆いところだ上に、急斜面なところっていうのが、まあ、これでよくわかります。で、改めて、じゃあ、どこを歩くのかっていうのが、この地図ですね。はい、この丸い八丁湯のところから、この真ん中の丸ね、こっちが道っていうところを川沿い歩いていきます。まあ、これ見ると分かりますよね。この川沿いの道ね。この北側歩かないと危なくて南側なんて歩けたもんじゃないね、これね。あんな大規模な崩落地点がさ、あそこにあるんだからさ、これは絶対無理だよね。で、あの崩落地点を避けて、車道が走ってるんですね。うん、なんでよくわかる。まあ、かといってね、北側の道がじゃあ崩落してないかというと、まあ、あんな話はなくてね、あっちもそこそこ、なかなかいい崩落地点はあるので、まあ、見るに、まあ、なんつうのね、つまらないことはないかなと。まあ、見るべきものはたくさんあるかなというので、今回の僕は、まあ、2時間ぐらいで歩いたんですけど、
この2時間でね、1年分ぐらいの崩落地をね、見れたかなと思っております。というところでね、今回のこの私のこの鬼怒沼、奥鬼怒を歩くというところの予告動画になりました。はい、というところでね、今日はまあもうこんなサクッとね、紹介しようかな、紹介動画で終わらせようかなと思っております。まあ次回からね、本格的に歩いてある動画をそのままね、お伝えしようかなと思います。本当はね、この流れでそのまま紹介、散歩動画ね、やろうかと思ったんですけど、まあそれはそれでね、この長いこの前説を聞きながらとかね、歩きながら前説を聞くとね、まあなんかちょっとさ、雰囲気もね、出ないと思うので、ちょっと今回は別にしようかなと思っております。はい。では、以上で終わろうかなと思いますので、じゃあ皆さんよろしくお願いいたします。Mr.X の宇宙探訪オフキヌについての説明でございました。それでは皆さんごきげんよう。